山本修五郎作青べか物語より初めに浦河町は根戸川の最も下流にある漁師町で貝と海苔と釣り場とで知られていた町はさして大きくはないが貝の缶詰工場と貝殻を焼いて石灰を作る工場と冬から春にかけて無数にできるのり場とそして 魚釣りに来る客のための釣り船屋と、ごったくやと言われる小料理屋の多いのが、他の町とは違った性格を見せていた。町は孤立していた。北は田畑、東は海、西は根戸川、そして南には沖の百万坪と呼ばれる広大な荒れ市が広がり、その先もまた海になっていた。交通は乗り合いバスと蒸気船とあるが、 多くは蒸気船を利用し通船と呼ばれる2つの船会社が運航していて片方の船は船体を白く塗り片方は青く塗ってあったこれらの発着するところを蒸気菓子と呼び隣り合っている量産橋の前にそれぞれの切符売り場があった西の根戸川と東の海を通じる掘割がこの町を還流していた 蒸気菓子とこの堀に沿って釣り船屋が並び養殖やごったくや地方銀行の出張所三島郵便局巡査駐在所消防署といっても旧式な手押しポンプの入っている車庫だけであったがそして町役場などがありその裏には貧しい漁夫や貝を取るための長い柄のついた竹籠を作るものやその日によって雇われ先の変わるつまり 船をむことも知らず力仕事のほかには脳のない人たちの長屋土地の言葉で言うとぶっくれ小屋なるものがごちゃごちゃと詰め合っていた町の中心は堀南と呼ばれ四丁目と言われる洋食屋や裏カス亭という寄席屋諸雑貨用品店理髪店銭湯山口屋という本当の意味の料理屋これはもっぱら町の旦那方用であるが そのほかの田舎町によく見られる幡子宿や小商いの店などが軒を連ねていたその南側の裏にやはりごったく屋の一角がありたった一軒の芝居小屋と時たま仮設劇場のかかる空き地があるという具合であったこれらのことをどんなに詳しく記したところで浦笠町の全貌を尽くすわけにはいかない私も決してそんなつもりはないので ただこの小さな物語の編中に出てくる人たちや出来事の背景になっているものだけを一応予備知識として紹介したに過ぎないのである初めに「沖の百万坪と呼ばれる空き地がこの町の南側に広がっている」と書いた「私は目測する能力がないので正確には何とも言えないがそこは確かにその名にふさわしい広さを持っていた」 畑といくらかの田もあるが大部分は足や雑草の茂った荒れ地と沼や池や湿地などで占められその間を根戸川から引いた用水堀が一つ入りから四つ入りまで荒地に縦横の水路を通じていたこの水路や沼や池にはフナ、コイ、ハヤ、ナマズなどがよく繁殖するためおかずりを好む人たちの っっておきのの場所のようであったでまた沼や池や足の茂みの中にはカワウソとかイタチなどが住んでいてよく人を脅かしたり何事でもすぐに信ずるような昔風の住民を好きさえあれば化かそうと思っているということであったこの町では時たま太陽が2つ東と西の地平線上に現れることがある。 そういう時はすぐにそっぽを向かなければ危ないおかしなことがあるものだなどと言って二つの対応を見ると海どんぼ野郎になってしまうそうしてその時にはすぐ脇の方でカワウソかイタチの笑っている声が聞こえるということである特にイタチはたちの悪いいたずら好きで人が道を歩いているとひょいっと向こうへ飛び出してきて立ち上がって交通整理でもするように 右手を上げて右を指し示したり左手で左の方を指したりするそうしたら必ず反対の方に行かなければならないうっかりしてそちらへ行けば決まって池か堀か悪くするとネト側へ落ち込んでしまうと言われていた百万坪から眺めると浦粕町がどんなに小さく心細げであるかということがよくわかる。それは 荒れた部屋の一部に平べったく密集した一塊の廃滅しかかっている部落といった感じで貝の缶詰工場の煙突から立ち上る煙と石灰工場の建物全体を包んで絶えず舞い上がっている切迫の煙のほかには動くものも見えず物音も聞こえずそこに人が生活しているとは信じがたいように思えるぐらいであった。 私はその町の人たちから蒸気菓子の先生と呼ばれ足掛け3年余り1人で住んでいた。